九州新幹線全線開業を記念したキッズサッカー大会が今日、玉名市で開かれました。この大会は玉名市サッカー協会が開いたもので、玉名市をはじめ山鹿市や荒尾市などから小学3年生までの41のキッズサッカーチーム500人が参加しました。開会式では玉名市サッカー協会や JR 九州新玉名駅の岩崎翔一駅長が激励、選手を代表して玉名 JSC の三つ子の姉妹選手、千倉すず、桃子、瑠璃さんが元気よく宣誓しました。そして1年、2年、3年の部に分かれて試合に入り、選手たちは保護者などの声援を受けながら一生懸命ゴールを目指していました。